どうも、なおちんです。百英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は118人目の仲間をゲットしようと思います。こいつですね、時間かかった。ベーゴマも時間かかったんですけども、ここもかかるね。3時間ぐらいかかります。この作業なかなか辛いですよ。では早速料理対決いってみましょう。もう料理対決は簡単なんですよね。オムレツと卵焼きとポーチドエッグ、もうこれだけで無双できるっていう、なんとも残念なミニゲームなんだよね。で、ここも、連射コントローラー使って速攻で終わらせる。で、あとはもう待っとくだけっていう感じですよね。おお、これ敵もそんなことするの？そうなんだ。まあ、そういうことあったとしても負けることは多分ないんでしょうけども、これは圧倒的な差で勝ったでしょ。これ適当に選んでも勝てるよ。なんかめちゃくちゃ簡単だった気がする。最後でもってシーラが仲間になりました。118人目、あ、119人目か、119だ。うん、で残り1人ですよ。残り1人。それではシーラレベル99まで上げてみました。ステータスですけども低めですね。かなり低い方だと思います。まあね、コックさんなんで仕方ないところではありますよね。んで、ルーンだよね、問題は。ルーンが、ちょっといいぞ。全タイプ4があるので、それなりに強いやつはつけていける。あ、で、パッシブの3がある。あ、なるほどね。ならば、戦士の2つつけれるよね。ダブル戦士でいける。で、ステータスアップと、全タイプ2か。ああ、でもね、でもね、ないんだわ。アクティブスキルが固有の。なので、ただただ、殴っていくしかないので、やっぱりそんなに強いキャラクターではないですね。まあ仕方ない。はい、ということで今日は119人目のキャラクター、シーラを仲間にしてみました。残念ながらシーラ自体はそんなに強くはないと思いますけども、ようやくですよ。ようやく120人目の最強のキャラクターを仲間にすることができます。やっとだね。料理対決に3時間、そしてベーゴマに5時間。最後かなり時間かかりましたね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。